だ。あっさり出た。どうも、SK 社長です。センスボール第2弾はキックベースです。キックベースって言ってもね、普通にはやらないんですよ。まず投げ方はダーツ。投げるときに野球はこうだけど、もうこっから先しか動かしてない。これがね、投げる。で、打つ方はキックですよ。あ、そういえばね、 YSCC 横浜 J3 において8位という結果で、おめでとうございます。え、 J3 で8位って思うじゃないですか。それでもやっぱりね、 YSCC 横浜というチームにとっては大ニュースですよ。本当にね、前半戦終わった時には最下位になっちゃうんじゃないかなみたいな心配もあったんですけども、よかったです。あの、歴代最高順位ならしいですから、来年はね、この後半戦だけの順位で十分 J2 昇格圏内に入れるんじゃないかなという好成績でこのシーズン締めくくることができたようなので、来季も引き続き応援させていただきます。頑張ってね、みんな。というわけで、そう、今日はサッカーです。キックベースです。その様子ご覧ください、どうぞ。普段のね、野球のストライクゾーンはこうなんだけれども、センスボールのキックベースではこれを下ろします。ダン。シンプルでしょう。ボールはね、センスボールで言えば、おー、A4 の紙、お前、おい、で、これを13の A4 の紙食べわあ、これよりも前で終わっちゃったり取られたりしたら、マジか。バントノーバンでこっちに落ちて越えなかったらスクです。おお、こうやって弾んで、ここで向こう行ったらスクです。おお、ノーバンで最上中段まで行ったらホームラン。ホームランしかないな俺は。よし、プレイボール。じゃあ。そうか。わあ。動かねえ。足が。ダーツのハンド最高得点。俺先手。届かねえよ。バカむずいんだけど。アウトなのあれ。ワンアウトかよ。ワンアウト。よし、一発目ホームランだと思ったんだよ。めちゃめちゃ難しいんだけど。もう一つ忘れてた。車に当たったら、あ、アウト。オッケーオッケー。あー、ちくしょう。当たった。これむずいな。すげえコツがいる。蹴るのにも。ツーアウト。やべえ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 。もう一つだ。これ石でも蹴らなきゃいけない。よし。ラッキー。逆光万歳。初ヒット。やっとヒット。すげえしょぼかったかもしれない。めっちゃしょぼかった。見てるこっちは絶対取られると思った。逆光で何も見えない。見えるだ。せん。やばいね。やべえ。やばいね。やべえこれ。何も見えない。
ワンアウト。タイミング合わせずる。もうこれで当たったら絶対ホームランだな。ホームラン100本。助走。すげー山頂。アウト。助走やめた。アウトだ。何回もだ。三回。よし、それ入れて。よし。もう三回。しゃ。あ、くそやべえ。おい、アウト。あ、やべえ。よし1-0ツーアウト。よし、ホームランホームランホームラン。ちょっとあーくそ失点。よしすごいラッキー。ワンアウト。おい、エラーどうしようか、今のルール。まあ、来たでいいんじゃない。てか、だからアウトでいいで。アウトでいい。アウトにしちゃおう。うん、ツーアウト。よし、マスル。もうホームランしかねえ。よっしゃーストライク。あっアウト。最終回3点をもね。よしシャーシャーわかった。ここに当たれば、くるぶしに当たれば飛ぶ。それビーってないじゃん。あー、サクコツをつかんだぞ、俺は。やべえ。これが正解だね、多分。うん、多分これが正解。強振しない。よし、落とした。3点目だ。やばい。おい、マジか。あんなの。まあまあ、まだ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 5点取るから。あ、やばい。よっしゃ。ありがとうございます。よし、ではこれホームラン行くぜ。あれ、あー珍しい。珍しい。よし、じゃあ次決める。マジで次決める。やばい、ほい。3失点。イエス。ああ、よし。こういう時はピンチヒッターでいい。
頑張れ、空手か。空手かじゃん。よし、勝負大事やん。うっせえ。ああ。ああ。おい。ああ。あいつ。一発ぐらいホームラン決めないかな。え、絶対取る。ラストバッター。よしゲームセット、ゲームセット、3-0、完勝でございます。恐れ入りました。ありがとうございます。ちゃんと待って、ありがとうございます。いただきます。負けた。完勝してやったぜ。まあ結構汗かくね。暑い、見えるけど暑い。何よりもそっちが走りまくったから、うん、あれが、あったんだ。まあ、また今度3対3でちゃんと。そうです。お願いします。本日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあチャンネル登録をどうぞ。いいですか。どうぞ。ハムスター、どうもワロンと申します。いろんな生き物とかいろんな観察してなんて言ったらいいんだ。その動物をやってる人だからとりあえず見てほしいんだね。うん。というわけでチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。チャンネルワロンもよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。